誰もいない。もしかして場所を間違えちゃったかな。ようやく現れたのね。ちょっと遅くない？ごめんなさい。どうしてこんなに遅くなったの？迷うはずもないでしょうに。なんかひばり緊張しちゃって足があまり動かなくて。あなた。はい。気に入ったわ。その怯えた表情すごく感じちゃう。とってもいいわ。いじめがいがある。でもね、まだちょっと足りないの。もっともっと怖がらせてあげるから、もっともっと怯えちゃってちょうだい。ひばり怖がったりなんかしません。私のお人形たちを前にしていつまで強がっていられるかしら。その追い詰められた時の真剣な表情、たまらない。こんなに感じたのは久しぶり。そうだ、いいこと思いついた。あなたをお人形にして部屋に飾るってのはどうかしら。はい。あなたの全身をろうで固めて動かなくするの。でも顔だけは自由に動かせるようにしてあげる。だってあなたのくるくる変わる表情だけは見ていたいからね。いい考えでしょ。ひばり、そんなの嫌です。お人形になればみんなの足手まといにもならないわよ。どうしてそのことを。あら、適当に言っただけなのに大正解だった。そうよね、やっぱりね。
あなたみたいな子は忍びの世界じゃお荷物になっちゃうわよね。ひばりはお荷物じゃないもん。だったら証明してみせなさいな。言われなくたってやってみせるよ。ひばり、正義のために前しのうじゃ。いざ尋常に舞い散れ。よし、聞いちゃえ。あー、危ないね。あー、危ないね。なんか見てそう。待ってよ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 。おさわり厳禁よ。そうね。行くわよ。忍び転身。私のお人形をここまで壊すなんて。人形、ひばりが倒したのはただの傀儡だったの？ただの傀儡なんてひどいわね。私の形をした可愛いお人形だったのに。そんな、あんなに頑張ったのに。やればできる。そんなのはそもそも優秀な人間の話。お荷物で足手まといのあなたじゃこれが限界ってことよ。そんな。さあ、おとなしく私のお人形になりなさいと言いたいところなんだけど、今日はここまでにしましょう。またね、私の可愛いお人形さん。